SM&YG&JYP らが新たに、韓国版ビーボ、設立、全7社の代表が調印式に出席 K-POP ミュージックビデオの、コンテンツをグローバルプラットフォームに統合流通、管理する専門会社である、韓国版ビーボ、が設立される。韓国の代表的なエンターテインメント会社7社、ミスティックエンターテインメント、ビッグヒットエンターテインメント、スター帝国、SM エンターテインメント、FNC エンターテインメント、YGENTERTAINMEN、T、JYP エンターテインメント、は7月19日午後2時、ソウルパークハイアットホテルで歌唱、ミュージック&クリエイティブパートナーズアジア株式会社、ヒカ、MCPA 株式会社、設立のための調印式を開催した。MCPA 株式会社は、今後 YouTube をはじめ、グローバルデジタルサービスプラットフォームのミュージックビデオの流通供給とこれに関するポリシーを決定して交渉する代表窓口の役割を果たし、さらにミュージックビデオのコンテンツを流通する新しいプラットフォームサービスも提供する予定だ。また、ミュージックビデオだけではなく、関連 IP を活用した新規コンテンツの制作、供給のため、の放送プラットフォーム確保など、様々な事業拡大方法を継続的に議論していく予定だ。特に MCPA 株式会社は、グローバル音楽業界で重要なトレンドになっている K-POP のミュージックビデオや関連映像に対する統合的な流通窓口として、発展的な新規事業。モデルの創出はもちろん、韓国の音楽コンテンツとアーティストのグローバル競争力向上のために設立され、今後アジアを代表する会社として成長させていく計画である。今回の MCPA 株式会社設立の調印式には、ミスティックのチョン・ヨンチョル代表取締役、ビッグヒットのユン・ソクジュン CBO、スター帝国のイ・スンジュ代表、取締役、SM のハン・セミン代表取締役、FNC のキム・ユシク専務、YG のチェ・ソンジュン専務、JYP のピョン・サンボン副社長など、7社の代表が出席した。ビーボは、2009年にグローバル音楽流通会社のユニバーサルミュージックグループ、ソニーミュージックエンターテインメント、ワーナーミュージック G、ROUP、EMI の親会社のアブダビメディアなど、アメリカの大型アルバム会社と Google の持ち株会社であるアルファベットが設立したジョイントベンチャーだ。ビーボは YouTube にユニバーサルミュージック、ソニーミュージック、ワーナーミュージックのミリボルトを供給し、有名ミュージシャンのコンテンツをリアルタイムで生中。次するか、スポンサーシップ契約を結んでコンサートを開催するなど、様々な事業を通じて収益を創出しており、ビーボのコンテンツは YouTube でのみ視聴することができる。アメリカにおいてビーボは、代表的なミュージックビデオケーブルチャンネルである MTV の強力な競争者として評価されるほど影響力が大きく、ブランド価値が高く評価されており、YouTube のビーボブランド、ビーボブランデッドチャンネルの広告収入は一般広告収益に対して、7から8倍も高く作成されているという。